して、ここで代打森本です。炭谷に代わって代打は森本。タイガースは7回の裏、ノーアウト2塁1塁が2アウト2塁1塁になって新井のタイムリーが出ました、はい、ライオンズもここまでは同じような形で、そして代打森本です。でもここで、ね、森本選手嫌ですよ ね、はい、これね、やっぱしぶといバッターですね。そうですよね、はい、いやらしいバッターというイメージがやっぱりね、日本ハム時代からあるんで、はい、あ、メッセンジャーの勝ち投手の権利どうなるでしょうか。リリーフの安藤、ノーアウト二塁一塁が2アウトまで来ました。代打森本、初球来て三遊間割る、二塁ランナー三塁に回ってホームに帰ってくる、同点になる。ああ、そしてまたランナーがアウトになる。タイガースと7回の裏同じような形になりました。しかし4対4、8回の表、森本のタイムリーヒットでライオンズは追いつきました。7回の裏、8回の表、同じような形の点の取り方と3つ目のアウト。コースは良かったんですけど ねうまいことを森本選手に打たれましたね、はい、8回の表終わりました。4対4です。